はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第213回でございます。今回テーマがポジティブにならなきゃダメっていうテーマで、もう一個記念動画についてってあるんですけど、これはね、主に謝罪で、あとはちょっと俺の涙の物語を聞いてほしいという今すごい大げさに言ってるけど、まあ、ちょっと話があるんでね、よかったらそこまで聞いてみてください。で、今回はですね、まあ相談がメインにはなるんですけど、まあ、5年以上ね、この活動やってって、まあ、ここ最近、この1年ぐらいで自分のことを知ってくださった方って多いと思うんですね。で、まあ、SNS、特にツイッターですけど、でも、そこでも見てくれてる方とかは、結構自分のこと、まあ、ハイチをね、ハイチってポジティブな、だよね、っていう風に思われてる方って結構多いんですよ。そう言われることが多くって。で、きっとですね、これを、まあ、5年前とか4年前からの俺を知ってる人はね、思うんですよ。全然そんなことねえぞと。そう。まあ、俺すごいネガティブで、そう、ネガティブなんですよ。で、それはまた後で話すんですけど。で、そういうふうに言われることがあって、たまに、こう、まあ、例えば、ハイチさんみたいにポジティブに行きたいんですけど、とか言われたりとか、やっぱり生きる上ではネガティブ直した方がいいですかって。だから、ポジティブにならなきゃダメですかとは言われないんだけど、ネガティブ直した方がいいですかっていうのは結構言われたりするのね。だから、今回はそのネガティブと、ポジティブですね。そこについて話していこうかと思います。で、まあ、さっき自分の話ちょっとね、しちゃいましたけど、まあ、自分ですね、ほんとネガティブなんですよ、昔から。で、まあ、昔ちょっといじめをね、受けてたことがあって、それがきっかけで、自分の自信がとにかくなかったんですよ。まあ、今もあんまりはないですけど、で、だから、自分なんていなくてもいいんじゃねえとか、例えば自分が死んだって誰も悲しまないんでしょみたいな、そんなことを普通に思いながら生きてきた人間なんですね。そう、だから基本的にはいろんなこと、何かあった時に、ネガティブな方の面だけを見てしまうような生き方をしてたんです。で、まあ、いろんな人と出会ってさ、もう32だから、出会って、で、これっていう一番のきっかけはちょっとパッとは出てこないんだけど、でもやっぱりいろんな人の影響を受けてこう考え方が変わっていって、ポジティブじゃなきゃダメとは思わないの。ただ、ポジティブな面をちゃんと見れるようになったら人生楽しいねっていうのは実感してる今。すごく。どういうことかっていうと、例えばあることが起きますと、まあ、物事が起きた時に、それをネガティブな方だけで見ることもできるんだけど、やっぱり物事っていうのは多面性っていろんな面があって、ポジティブに見れるところもあれば、ネガティブに見れるところもあるはずなの。そう。だから、何かあった時に、それをポジティブに考えられないかなって。じゃあ、まあ、ポジティブまで言わなくても、ちょっと違う見方できないかなみたいな、風には、する癖をつけたの。で、最初は、どうやっても辛い。そう。ポジティブとさ、ポの字もねえみたいな生き方をしてたから。だけど、やっぱりだんだん慣れていく中で、そう思えなくても、心で思えなくても、でも、まあそういう見方をすることもできるかな、みたいな。そう、いうふうに思ってて。例えば、まあこれはすごい、なんだろう、極端な例を例えるけど、自分ですね、まあいじめを受けてた時に、陰口がとにかくひどくって、だから、廊下とか歩けなかったんですよ。俺、移動教室以外で廊下出たことほとんどなくって、中学の時に。なぜかっていうと、特に女子が2、3人で話してたら全部自分の悪口を言ってるように聞こえる人間だったのね。で、それは結構治らなくて卒業してからも。だから街中で、例えば女の子たちがなんかコソコソ話してると、普通にコソコソ話してるだけなんだよ。俺その人知らないんだよ。知らないのに、あ、多分あの人キモくないって言われてんだろうなとかっていう風に思ってたんだよね。そう。で、それが結構長く続いちゃってたんだけど、でも、それを例えば、まあ、楽なとこだったらさ、別に自分の話してないっしょって思う見方もできるわけじゃん。で、もっとさ、ちょっとこう、調子乗った感じ、イケイケで行くんだったら、やんべ、俺のこと褒めてんじゃないみたいな。そう。あ、それは無理だけど。それは思えなかったけど。でも、そう見ることもできないこともないわけ。そう。だから、何かのことが起こった時に、どう考えるか。例えば自分が失敗してしまった時に、それを凹み続けるのか、次に生かすのかっていうところもそう。と。何を失敗して、じゃあどう次に生かすかって考えた方が楽だし、楽しいんだよね。って思って、で、それを、なんだろう。いろんなこと、凹むことが起こった時、あ、ネガティブに考えてんなと思った時に、違う見方をしようって思って、それをずっとやってきて、今に至る感じ。だから、今、なんだろうな、凹むことあるよ。たくさんある凹むこと。なんか、がっつり凹む時もあれば、なんか気分が冴えないっ
ってあるじゃん。なんか理由がわかんないんだけど、モヤモヤするみたいな時もあるんだけど、でも、結構それで凹んじゃったりね、特に俺完璧主義で、その無駄に完璧主義だから、こう、自分がうまくできない。その動画をさ、こうだけ撮るって決めたのにうまくできねえとかなると、あ、もう自分クズみたいな。すぐ思っちゃうの。でも、そこをちょっとね、ぐっとこらえて、いや、待て待てと。そうそうそう。じゃあ、今は休めっていう時間だったんじゃねえの？じゃあ、その分明日頑張ろうぜ。じゃあ、明日頑張るために、今、板書作って板書書いちゃいなよって。え、もう2枚書いてもいいんじゃない？みたいな。そう。明日の自分のために今できることあるでしょ？みたいな。そう、物事の考え方を変えてったりとかして、で、今に至る感じかな。で、あと、そのツイッターとか SNS ね、やってて、まあ、ポジティブな発言が多いとは思う。で、なぜかっていうと、ネガティブな発言をしないようにしてるから、基本的に。自分はですね、もう一個、まあ、大事なこととして、まあ、自分だからルールなんだけど、ネガティブなことって思うじゃん。例えば、ネガティブじゃなくても、人への、例えば、嫉妬とか、妬みとか、そういう気持ちも出てくるよね。何かあった時に。でも、思うことって罪じゃないと思うの。別にいいじゃん。思うよ、人間だもん。そう、俺、神様じゃないし。そう、普通の人間だからさ。思うんだって。ただ、口に出すのはやめようって思ってるの。そう。だから、基本的に人の悪口とか、愚痴とか、まあ、妬みとか嫉妬とかも口には出さない。相当、なんかもう溜まった時は言うよ。特にまあ、家族だったらね、まあ、奥さんとかだったら聞いてもらう時はたまにはあるけど、でもそれでもたまにだね、俺は。っていうルールを決めてて、なぜかっていうと、まあ、特に愚痴。まあ、悪口もそうだけど、愚痴かな、特に。愚痴ってさ、言い合うとさ、盛り上がる人いるでしょ。なんか、あのやつの悪口でさ、ウェーイみたいな。そう。でも、愚痴であってもさ、何も起こんないんだよね、その後。と、俺、その時間すげえ無駄だと思っちゃう人で、愚痴で合うんだったら、一人の人褒めちぎった方がよくない？あの人すごくない？って褒め合った方がさ、なんか、自分の気持ちもいいんで、俺。そうそう。だから、まあ、そういうことを、ま、口にしないようにしてるっていうところもあって、まあ、そう感じるのかなとは思うんですけど、そう。だから、ま、今回ポジティブにならなきゃダメですかとか、まあ、ネガティブ直した方がいいですかっていうふうに、まあ、聞かれたのもあったんで、それに答えるとしたら、別にみんなはみんなでいいんじゃないっていう。そう。それがみんなの生き方というか、今の性格なんだから、それを直さなきゃいけないっていうのは自己否定になるじゃん。今の自分ダメになっちゃうでしょ。そこまで思わなくていいよ、とは思うんだけど、ただ、ポジティブまでいかなくても、何か起こった時に違う見方をすることはいいんじゃないって。多面的に見る、物事を見るっていうのは、その人のことを見るとか、物事に対して見るだけじゃなくって、それを慣れてきたら、じゃあ他の人も見ることもできるかもしれない。ね、これからみんなはさ、まだ人生先が長くて、いろんな人と出会っていく。で、いい人ばっかじゃないからさ。でも、仕事をする上で、一緒に仕事しなきゃいけない人も出てくるわけだし、だから、物事をそういう風に見ていけたらいいのかなとは思って、まあ、それを伝えたくてね、今回ね、このテーマちょっと使わせてもらったんですけど、そう。だから、なんか、まとまった？まとまってないね。まあ、あまり自己否定すんなよっていうところと、こう、まあ、物事は違う、一個の見方だけじゃなくて、ちょっと違う見方もしてみたらっていうのを意識して生きてみてもいいんじゃないっていう感じかな。はい。無理やりまとめたね。じゃあもう一個最後ね、行きましょう。で、記念動画なんですけど、これはですね、ちょっと前に、そのま、1億回ね、再生行かせてもらって、その行く前にもですね、ちょっとそう言ったら、なんか記念動画撮りたいと思うんだけど、何がいいかなみたいなのを振ったんですよ。聞いてね。で、コメントとかリップとかメールで送ってもらったんですよ。で、その中で多かったのがやっぱり二つで、質問コーナーと歌ってみたなんですよ。で、多分集計してないんだけど、歌ってみたのが多かったのね。確か。で、そう、歌ってみた。まあ、祭りだしさ、そうそう、これ勉強チャンネルだから、そう、歌ってみたあげても違うんだけど、でもまあ、ね、一億回行ったっていう記念だし、いっかと思ったの。でも歌ってみたってさ、その、例えば、カラオケでっていうのもありなんだけど、著作権結構グレーゾーンでそこ危ないから、例えば、ちゃんとね、ある曲を編曲してもらって、ね、アレンジしてもらって歌ってみるとか、だと、まあ、そういう方多いじゃないですか。そう。で、それもいいかなと思ったんですけど、まず、いかんせん、その歌ってみたを撮る環境がない、俺に。っていうとこと、まあ、アレンジをね、お願いするには時間かかるから、すぐにはできないじゃないですか。じゃあ、まあね、別にその本格的なものを撮らなくてもね、別にいっかと思って、じゃあアカペラでやるみたいな。実は、撮ったの。アカペラを。そう。で、歌ったのは、最近俺、なんかね、
応援ソングのがいいな、いいって書いてあったんだけど、最近俺すごい灰色と、ごめん、灰色と青、ごめん、噛んでる。灰色と青。あれね、あの、米津さんのね、そうそうそう、あの、菅田将暉さんとのやつ。がすごい好きで、俺。めっちゃリピってんだけど。で、あれを、あ、じゃあ歌ってみるか、好きな曲だし、と思って。そう、歌った、撮った。部屋で。で撮って、見てみた、自分で。もうさ、絶対あげれない。まあ、アカペラだったっていう、いや、言い訳だな、これはな。まあ、あるかもしんないけどさ、これ絶対人に見せらんねえよ、と思って、消しちゃったんだけど、それ。そう、だから、まあ、もうちょっとで30万人、あとね、1万ちょっとかな。1万2000人ぐらいで30万人突破するので、まあ、それとセットにしたったらいいかなと思って。なんか自分の中では30万人もっと遅くなると思ったのは、本当に今年いっぱいでいけるかどうか微妙なとこみたいな感じだったんだけど、多分うまくいけば、11月末か12月1週目ぐらいにはいけるかなという感じなので、それとセットで、質問コーナーかなっていう感じ。まあ、他の生放送とかさ、勉強関係のやつもリクエスト来てたんだけど、まあ、質問コーナーとか多かったし、こういう時ぐらいしかね、自分取らないから質問コーナーとか、ふざけたものもね、取らないんで、そっちにしようかなと思ってます。はい。もうマジで自分の歌声へこんだから。そうそうそう。っていう、まあ、ちょっと遅くなっちゃうけどっていう謝罪でもらってたからさ、歌ってみたって言ってくれる方結構多かったんだけど、ごめんねっていうのと、まあ、ちょっと遅れるけど、質問コーナーやるかもです。まあ、またちょっといろいろ考えますけど、何か、そう、っていう感じでございます。以上です。長くなってごめんね。はい。はい、ということで今回はね、ハイチのダラダラジオ、第213回。あ、ちなみに、その213曲は今回太陽にしてるんだけど、今、まあ、これ見てるのがさ、タイムリーに見てくださってる方ばっかじゃないだと思うんですけど、もうね、この一週間ずっと雨で、そう、もう晴れてくれと思って。で、太陽来てるんだよね、今ね。そう、それで、まあ、そういうなんか、願掛けでちょっと太陽にしてみた。っていう、いらない話。ごめん。で、テーマが、ポジティブにならなきゃダメというので話させていただきました。今回もね、ここまでお付き合いいただき、本当にありがとうございました。ではまた次回ね、何か喋っていきますので、もしよかったらそっちの方も聞いてみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。